はり建物が、江戸時代のたたずまいそのまま残ってるお寺であり、その一番初めに作ったのが小堀遠州耕作の庭園であるわけですね。その後に本堂ができ、お客様をおもてなしする処理ができてくると、その間にはやはり井伊家とこの龍潭寺の関わりが延々と350年続いている庭園がこの小堀遠州耕作の庭園であります。小堀遠州って人はですね、1万5000の旗本大名ですけども、案外お茶ということに対してフランクだったような気する人物であります。千利休が始めたお茶でありながら、片桐石舟という武家を大事にしたお茶人が出て、その間に小堀遠州という非常にさばけた人が出てくると、非常に興味がありますし、みんなでお茶を飲むというその思想が僕は大好きですね。禅宗というのは禅お茶を大事にしますので、みんなが集まって話をする初めには必ず茶礼といってお茶を飲む作法があります。きっとこの練習は非常に面白い人物であったはずでありますので、より楽しくお茶を飲めるように、工夫していくのがいいのかなというふうに考えています。本日はですね、スポーツとお茶の世界を結ぶという提談で、小堀遠州さんが作られた庭園のある龍潭寺に来ております。先ほど見させてもらいましたけど、本当に素晴らしい庭園ですよね。こんな、素晴らしい雰囲気の中で、本日はですね、このコロナ禍テレワークなどが増えた状況の中でですね、皆さん心と体の健康への意識が非常に高まっております。お茶には多種多様な香りや機能性があることが分かっております。今回、運動生理学や、あるいはですね、現役のアスリートでもあり茶道家という道を読んでおられる先生方に来ていただきまして、スポーツとお茶というふうなことをテーマにですね、自由かつ深く深くですね、語り合っていきたいなと、楽しんでいきたいなというふうに思っております。ちなみに、私はですね、静岡県立大学茶学総合研究センターのセンター長をしております中村と申します。私のセンターは茶学総合研究センターというふうな名前の通りですね、お茶の生産から加工、さらには機能性、化学、薬学、そしてマーケティング等々ですね、お茶という字がつけばですね、何でもやってやろうということを目指しながらですね、動いているセンターでございます。そんなところから来ました中村が本日はですね、ファシリテーターをですね、させていただきたいと思っております。またですね、先ほど申しました運動生理学の方からはですね、早稲田大学でスポーツ科学学術院の運動代謝学研究室から来られました宮下先生でございます。早稲田大学のスポーツ科学学術院の宮下雅史と申します。本日このような素晴らしい場所にてですね、スポーツとお茶というテーマを先生方と提案できることを非常に心待ちにしておりました。私は大学で運動をすることによって体の中でどういったことが起こっているかということを、特に生理学、代謝の観点で研究をしております。スポーツ科学といいますと、スポーツのパフォーマンスというイメージがあるかと思うんですけれども、実際には幅広い学際的な研究領域でありまして、特に私の研究室では健康の視点でも研究を行っております。本日どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくかつですね、現役の現役だというのか、すでにと言ったらいいのか分かりませんが、現在でもですね、非常にアスリートとしても活躍しておられます小堀宗雄さん、遠州茶道宗家のですね、次女でございます。遠州流茶道の小堀宗雄と申します。よろしくお願いいたします。私の遠州流の流祖は
先ほどご紹介いただきましたこの龍潭寺のお庭を策定した人物でございまして、徳川将軍家の茶道指南役、あのお庭以外にもですね、名古屋城、大阪城などの、お城を作っていたりとか、水金窟といわれる手を洗う、ところを発明したりですとか、まあ、多彩な、能力を発揮して、江戸を作ったグランドデザイナーとも呼ばれておりますけれども、私の父が今13代目を継いでおります。で、今日はスポーツとお茶ということがテーマでございますので、私自身が、幼少期は剣道、その後は15年間ラクロス、あとは日常の中で運動ですとか乗馬というのも続けておりますので、私の経験のお話をですね、先生方とご一緒にさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは早速ですね、定談に入るわけですが、まずタイトルがスポーツとお茶というようなことでございますので、若干お茶の湯に関してですね、私の方からご紹介をさせていただこうと思っているんですが、お茶は皆さんご存知のように2000年以上前からですね、ずっと世界中の方々に愛飲されてきた飲み物であるわけですが、飲み始められた当初はですね、当然薬草でありですね、私たちの体に非常にいい健康成分をたくさん含んでいるというふうな飲み物だったというふうに思っております。その中でも特にですね、お茶は他の植物には見られないカフェインやカテキン、さらにはですね、テアニン、アミノ酸の一種であるテアニンというふうな成分をですね、含んでいるわけですね。これらの主要成分は様々な機能性を私たちの体にですね、発揮してくれているんですが、味的にもカフェインは苦味、カテキンは渋み、さらにテアニンは旨味というふうな味にも大きく影響しですね、そのことがゆえに薬草であったお茶から嗜好品へとですね、大きく変化してきているものだというふうに考えております。しかしながらこのようなですね、時代に入りまして、再度お茶のですね、健康効果というふうなものが見直され、カフェインにはですね、中枢神経の興奮剤であったり、代謝促進であったり、疲労回復であったり、あるいはストレス解消などの効果等々がですね、科学的にも立証されてきておりますし、またポリフェノールとしてのカテキンはですね、非常に強い抗酸化能を持っているということから、各種各用のですね、機能性をですね、発揮しております。さらにティアニン、お茶を飲むとですね、このようにお茶を飲むとホッとするというふうなですね、このホッとする成分であるティアニンはリラックス効果があったり、さらには脳に非常に簡単に入りやすくなり、脳のアルファ波っていうんでしょうかをですね、非常にこうたくさん出してですね、私たちの神経を和らげるとストレスをですね、解消するんだというふうな作用を持っているわけでございます。その他多くのビタミン類、ビタミン C やビタミン E などのですね、抗酸化能を持ったビタミン類やビタミン B などの代謝促進効果などの非常に多くのですね、機能性成分をですね、持っているわけでございます。そんなことのお茶がですね、スポーツに対してもですね、非常に貢献できるんだと、あるいは非常に深い関わりを持つことができるんだというふうなことがございまして、スポーツお茶に関するオンラインセミナーを実は行ったわけなんですね。50名の定員だったところをですね、大幅に越しまして90名ぐらい、もう本当オンラインのですね、制限限度いっぱいまでですね、定員を広げまして、宮下先生にですね、講演をですね、していただいたわけです。参加者は非常に多彩な顔ぶれで、お茶の関係者以外にもですね、当然スポーツの関係者、さらにはですね、健康効果にですね、関心のある方々とも、多くの方々、多彩な方々が見えられですね、大好評を博したわけでございます。そのセミナーは主にスポーツと糖質代謝、さらにはですね、タンパクに焦点が当てられ、お茶との関係が紹介されたわけでございます。カテキンによる持続力の増加にはですね、血糖値の上昇や赤血球の酸素温度能力が関係しているとのこと、私自身にとってもですね、非常に大変興味深かったわけでございますが、先ほど申しましたように定員もございましたので、参加できなかった方も多いというふうなことから、今一度ですね、
スポーツお茶との関係についてですね、宮下先生の方から概略をですね、ご紹介いただけたらと思いますが、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まずお茶とスポーツと、皆さんご想像するとですね、どんな時に使っていいのかとかですね、どんな場面で飲んだ方がいいのかということがあるかと思います。お茶にはですね、血管、拡張ということで、血流を介して、運動能力が高まるんじゃないかということは昔から言われておりました。ただ世界的にもこういった研究は非常に細胞実験、動物実験が多いですね、人を対象とした研究がまだ、それほど多くないというのが現状です。私どもが注目している点としまして、最終的にアスリートはやはり勝つことだけが全てではないんですけども、やはり結果を出すといったところで、やはりパフォーマンスというところに着目いたしました。パフォーマンスは非常に評価をするのは難しいんですけども、それにチャレンジしたと、その内容を先日セミナーで紹介させていただきました。特にお茶は血糖値の上昇を緩やかにしてくれるという健康の作用が、生理作用があります。スポーツの中でも血糖値は非常にエネルギー源としては大事なんですけども、急激に上がって急激に下がるという、こういう変動が非常に負荷がかかるというふうに言われています。すなわち血糖値が上がったり下がったりすることでパフォーマンスに影響してしまうということが言われていまして、それを緑茶、お茶を摂取することによって、その血糖値の揺らぎというものを緩やかにすることによってですね、糖代謝を安定させて、すなわち糖代謝を温存という言い方をします。そうなると脂質代謝の方が優先されて、持久力が伸びると、そういった狙いで研究を行いました。結果的にはフィールドの研究ですので、どういったメカニズムというところまではなかなか結びつけることはまだできていないんですけども、一つの酸素を運搬する運搬能力がおそらく向上したんじゃないかということが分かりました。それが前半部分でございます。で、後半部分はですね、少し健康というところに焦点を当てまして、例えば先ほど申し上げましたように、お茶、緑茶を飲むことによって血糖値が緩やかに上がるということで、確かに日本人のその糖尿病とかですね、生活習慣病のことを考えますと、インスリンがしっかりと出るということは非常に重要です。なぜなら唯一血糖値をこう調整するホルモンと言われております。ただ食後にインスリンが出すぎるのも非常に膵臓に負担がかかってしまいます。ですので最終的にはホルモン分泌に疲弊が起こってですね、インスリンの抵抗性ですとか、分泌がうまくいかないという、そういった効きが悪くなってしまったりもします。ですので食後にこうたくさん上げすぎるということも、逆に言えばその糖代謝を乱してしまうということで、そのお茶が持つですね、生理作用を我々も研究の中で確認をしています。タンパク質に関しましては、先生申し上げご紹介していただいた通り、アミノ酸が多く含む、お茶の抽出方法もあるかと思います。まだ私どもはそこまで踏み込んで研究はしていないんですけども、将来的にはその、一つの生理作用が体の中で一つ局所的に、作用しているわけではなく、常にこう代謝ですので、こう回転しているようなイメージを持っていただければと思います。ですので、いろいろな素材、組成、食品を組み合わせることによって、何かこう、新たなまた作用が見出せるんじゃないかということで、今研究しております。私も今その先生のお話を伺ってて、ラクロスの現役時代もその練習が終わった後とかに、いきなり血糖値を上げない食事をこう選ぶというのを非常に意識していて、部員のメンバーも
こういろんなものを何を食べたら上がらないかっていうのをチョイスしていたんですけれども、やっぱこうお茶がそういう役割のちょっと補助になってくれるっていうのを、まあ、当時も知っていたら多分みんなももっと飲んだと思いますし、まあ、私自身ももっと取り入れられればよかったなっていうのは思いますけど、いかがでしょうかね。そうですね、やはりその食事と一緒にこう摂取するということで、まあ、スポーツの世界ですとなかなかこう脱水とかですね、吸収、鉄の阻害とか言われますが、血糖値ゆっくり上げていくということは、アスリートのリカバリーにとっても非常に重要なことになります、まあ、ただ一方で、その早く吸収して早く、糖をですね、体に入れるということも大事ですので、もうやはりこの使い分けですとか、もちろんその、お茶がゆっくり入ってくることで、健康的な視点におきますとすごく重要ですが、まあ、アスリートですと、まあ、早く、リカバリーするという意味でも、重要かと思います。なるほど、はい、ただそのアスリートの方がこう年齢を重ねていくとですね、なかなかその代謝も、ゆっくりだと、若い時のように早く、代謝されませんので、はい、そういう時は健康視点で、はいはい、お茶も一緒に、飲んでいただくっていうのがいいのかなと思います。逆に言うと一般の方はお茶で十分だということぐらいですよね、素晴らしいですね、お茶の力は先生の研究室では、まあ、お茶とは関係なくてもですね、高齢者等々を対象としながらもですね、さまざまな研究が行われているんですけども、ちょっとですね、将来的には多分私お茶ともですね関係深い研究にもなるんじゃないのかなと思われるところもあろうかと思いますので、そんな研究室の研究のご紹介いただけますか。はい、大きく2つの主軸がありまして、はい、1つは先ほど紹介させていただきました食後ということがテーマになっています。運動する前、運動した後、まあ、アスリート、一般の方関わらず食事はするかと思います、うん、ですので運動単体での代謝の変化だけでもなく、食事が、入ってきている時の、代謝といったところを、見ています。まあ、特に、血糖値ですとか中性脂肪というのは非常にこう分かりやすい古典的な、生理生化学の、まあ、マーカーというふうに言われています。こういった基本的な、マーカーをですね、しっかりと一日の中で、まあ、どういうタイミングで、体を動かすことがいいのかとかですね、どういう食品タイミング、そういったところを組み合わせながら、行っています。まあ、ほぼ疫学研究に、よりますと、まあ、大きなサンプルを取ってですね、こういう傾向の方がこういう、糖尿病の、まあ発生率が低いですとか、そういう示し方をしているんですけども、やはり実験室でしっかりとですねコントロールして、しっかりこう生理作用をやはり確認するというところが必要になりますので、そういった研究を行っています。あとは今はですね、食欲といったところに着目しています。アスリートはどうしても、暑熱環境あるいは激しい、トレーニングによって一時的に食欲が減退します。ただ減退、することは一般的な、まあ、生理作用なんですけども、その時間帯にしっかりと、炭水化物、タンパク質をですね摂取しないといけないという、まあ、いわゆるゴールデンタイムというものがあります。ですのでそこに、どういう介入をすると食欲がですね、まあ、増してくるか増進してくるかということに着目しています。一方でアスリートだけではなく、一般の方が食欲がですね減退する、まあ、特に加齢に伴って減退する加齢性食欲不振というものがあります。これは非常に昨今問題になっておりまして、結局低栄養な状態になってきますと、最終的には筋肉が動かない寝たきりになってしまうということで、特に骨ですとか、まあ、筋肉が、まあ、減弱します。ですのでそういった加齢性食欲をどういうふうに、抑制していくかということも、踏まえて、一つ我々の中では、まあ、食事や睡眠すごく大事なんですけれども、体を動かすことによってやはりその代謝を上げるといったところが、その代謝が最終的には食欲にこうドライブがかかるということで、しっかり食事が取れるようになって、またそのサイクルがうまく回り出すということを、まあ、念頭に置きながら今研究を進めております。ありがとうございます。これまでもですね、茶業界の中では、お茶、特にカテキンがですね非常にコレステロールの低減作用に効いたり、血糖値、高血糖
作用等にですね、効果があるというようなことは、私たち自身もですね、多くの論文等と出ているんですけど、このようなものと生活活動というふうなところをですね、どのように結びつけていくかというところをですね、もう今、宮下先生の方ではですね、少しずつですね、取り組み始めてくださるんじゃないのかと、強く期待しているところでございますけれども、ぜひまた、お茶には単独では今まで研究があるんですが、日々の生活の中、体を動かす、そのような生活活動の中で、お茶をですね、どうやって取り込んでいったら、より効果を倍増できるかっていうんでしょうか。というふうなところもですね、やっていただけたら本当に茶業界としてはですね、ラッキーだなというようなことも感じておりますが、ぜひその辺を期待したいというふうに思っております。本当にありがとうございます。